アルカ山脈を通過中。もうすぐ雲海から出られるわ。前方空域異常なし。残り400キロ順調です。もうすぐ到着しますわ。2時の方向から敵襲。ムクゲ、状況確認。正体不明の飛行隊です。識別できません。執行官、戦闘の許可を。近くの敵を先に片付けるわ。ムクゲ、サイドを頼んだわよ。了解です。変更よ。リンクパージ。アイシクル、何を。私が敵を引きつける。執行官の護衛をお願い。単独行動は規則違反ですよ。敵を低空に誘導するわ。必ず執行官無事に予定地まで送るのよ。前に進まなくてはいけないのです。逃げ場はないぞ。私
こだ。かかってこい。立場が違うだけかもしれませんが、あなたを倒さなくてはいけないのです。やっと終わりましたね。侍なら自分の足で行動すべし。ようこそ、トリティナインへ、執行官様。私はアリス。ここは第三コントロールタワーのデータセンターです。これは連合戦術隊、エタ。天球に対抗するための機体です。天球とは、赤道の上空に位置する巨大なリング状の構造体で、ユグドラシルテクノロジーと呼ばれる組織によって作られました。その前身となるユグドラシルスペースカンパニーは、初めてこの連合戦術隊の技術を手にした組織でもあります。天球が作られた目的は不明ですが、そのあまりにも大きな構造体を作るために、地表にある金属が使い尽くされました。また、その存在の影響で大気環境が急激に悪化し、今となっては日差しを浴びることのできる時間が20年前に比べ 70% も減少しています。世界は暗くなってしまいました。彼女たちはシンクロナイザー、エタにリンクできる唯一の存在です。彼女たちを率いて電球に反撃しましょう。それでは第一中期スポットに移動してください。新たな物資が届きましたので受け取りをお願いします。お帰りなさい、執行官さん。本日勝利を得るべき役に立たずに、あなたの消滅がその答えよ。私はルイズ。あなたが新しい執行官？おかえりなさい、
執行官さん。はい、執行官さん。はい、執行官さん。私にあなたの補佐をさせなさい。あなたを一人にしていたら、私が安心できないの。支援は任せて。どっか行ってよ。次はこいつだ。うん、やりましたね。精密モード起動。機械に命がないだなんて。あなたと一緒に戦えるなんて、前に進まなくてはいけないのです。
星の大会にまた一歩近づいたね。お帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発するときはお声掛けください。準備はいいかしら？では、嵐を迎えるといいわ。極東エネルギーのムクゲ、参りました。私…お帰りなさい、執行官さん。本日のスケジュールはこちらです。出発。皆さんが頑張って。皆さんが頑張っているのですから、それ以外のことは私がちゃんとこなさなければ。執行官さん、私にあなたの補佐をさせなさい。はい、ムクゲ、いつでも準備できてます。雨の日はじくじく。私の助太刀が必要？それじゃあ行こうか。